ladies and gentlemen, and welcome to this episode of Berserk and the Band of the Hawk. I'm your host, Starnum, and today it looks like we're going to be infiltrating Wyndham, but first we have a special event. So yeah, Gaston, you're Wyndham. So こんなになっちまったって聞いたら、いても立ってもいられなくて、体調だってそうなんでしょ。こんばんは。飲みましょう。切り込みたい。再結成だ。よく見つけたな、こんな抜け道。内通者がいるのさ。 グリフィスを救いたいと思っているのは私たちだけじゃないということだ。けどよ、城の連中が。鷹の団の方ですか。お待ちしておりました。本当に来てくださったのですね。お姫さん、じゃ、内通者ってのは。はい、私です。 その戦場は謎に包まれていますが、大変な戦上手で戦いの際にはいつもドクロをかたどった仮面をつけていたといいます。それなら聞いたことはありますよ。ドクロの王様の話でも、力に溺れた王様は神様が使わせた5人の天使に都ごと滅ぼされてしまったって。4人じゃなかった？で、その乙女話とこの穴がどうつながるんだ？乙女話ではありませんわ。 グリフィス様。誰かいる。グリフィス。グリフィス。手足の剣が切られてる。 鍵だ。来るな。来るんじゃねえ。<笑>
Infiltrating Wyndham, Guts joins the Band of the Hawk, now led by Casca. No one knows why Griffith was imprisoned or why he was labeled as a traitor. Thanks to Charlotte's guidance, Guts and his party sneak into Wyndham and successfully rescue Griffith, who had been confined to the dungeon. But Griffith had been kept and tortured in the dungeon for too long, and both his body and spirit are broken. To make matters even worse, a force sent to catch them looms near. ガッツだ。バカの団切り込み隊長、100人斬りのガッツ。時間をかけるな。さっさと終わらせるぞ。 地獄だ。手向かう者は殺してしまえ。いいぜ、解き上がれ。城門が封鎖されてます。馬車が通れるよう門を開けて回らねえと。 敵となると。隊長は先、このくらいオイラたちで何とかします。 見つけたぞ。確保せよ。
長としての意地がある。これ引いては騎士の名折れぞ。騎士の意地を見ろ。来てくれたんすか。お手数かけて面目です。王からの命令だ。裏切り者を殺せ。ありがとうございます。できる限りあいつらを止めますんで。お見せしやすぜ。ありがとう。オンに来ます。門が開いた。もう大丈夫だ。ウィンダムともおさらばだぜ。グリフィス様、また会えますよね。なんとかウィンダムを脱出できたな。追ってはすぐ来るはずだ。ここでグズグズしてられない。そうだな。早いとこ本体と合流しねえと。水と食料のご用意ができました。ご協力感謝します。くれぐれもこのことは口外しないように。もちろんです。私信じてますから。グリフィス様たちは決して謀反なんて企てたりしないって。あと少しだ。みんなが待ってるぞ。グリフィス、待っておるがいい。グリフィス、猟犬が放たれたのだ。血に飢えた地獄の狂犬が。どうなんだジュド、グリフィスの容体は。俺は医者じゃないからな、詳しいことは。お願い。手も足も剣ごと持っていかれてる。立ち上がることも剣を握ることも、もう。そう。みんな急げ。今夜中には国境を越えるぞ。国境を越えて、その後は、その先はどうするんだ。ちょいとお尋ねしますよ、姉ちゃん。この辺で怪我人を連れた怪しい連中が通りませんでしたか。あの、鷹狩りの前に血と英気を養っていくとするか。俺のモットーなんだ、楽しく刺激的にってな。追ってです。黒犬騎士団が来ています。黒犬騎士団、罪人たちを徴用した兵団だ。ミッドランド軍でも一番荒っぽい連中さ。前の戦じゃ悪さが過ぎて辺境送りになったって聞いてたけど、こいつは噂以上にたちが悪いぜ。
devil dogs. Guts and his party escape from Wyndham. Unable to walk, Griffith is put in a wagon, and thus they make haste to meet up with their friends who eagerly await Griffith's return. To wipe Griffith from existence, the King of Midland unleashes his worst, the Black Dog Knights. The Black Dogs are an abominable rogue group made up of Midland's cruelest fiends, the true Dogs of Hell. I gotta be honest, I've really been looking forward to this part because normally the Black Dog Knights are not included in the anime. So yeah, this should be a great way to experience the Black Dog Knights for the first time.噂に高い高野だ。たっぷりと味わわせてもらおうか。よし、取りかかるぞ。生きのいいのがいるじゃねえか。俺にも遊ばせろ。こいつのような殺気、この感じは、あいつと同じ。しかしなぜだ。
ではまずいぞ。馬車を壊せ、引きずり下ろして首をはねろ。俺様を楽しませておくれよ。可愛い子ちゃんなら大歓迎。貴様の相手は俺だ、化け物。てめえらが何者でも俺がこの手で蹴りをつけてやる。知ったような素振りじゃねえか。そうか、ゾッドの牛バカが言ってたのはお前さんか。こりゃ思いもよらぬ前夜祭になりそうだな。さあ遊ぼう。つもりだったがな、待ってらんねえや。食まで今だ。お出せ。なんて気だな。どう
うしたの君たち震えちゃって。黒犬騎士団心得。天井やぞ、エキサイティング。そういうこと、忘れちゃダメだよ。ついてくるのか。よし、火でやつらを焼き払ってしまえ。助かった。Yes, he is, and that roll attack of his is really annoying. うちの連中は秋っぽくていけねえ。
暴走してやがる。敵味方見境なしか。ガッツ、相手が悪すぎる。ここは引くべきだ。So the world of Berserk begins to become even more fantastic as yet another real-life monster appears before Guts. こいつは俺が勝負をつける。こいつとはこいつらとはどうしても蹴りをつけなくちゃならねえんだ。自分の剣で。死ぬぞ。いやー
やだやだ、死にたくないよ。早く呼び出せあの方たちを。真紅のベヘリット、ハオの卵、呼び出せ、それを使って我らが守護天使を、4人のゴッドハンドを。ゴッド、てめえはゾッドノスフェラドゥ、ノスフェラドゥゾッド、てめえ何のつもりだ。あの方たちの命令か。いや、そんなはずねえ。望むままを行う、それが俺たち使徒の唯一の戒律のはずだ。そうだ、俺がここで貴様を引き裂いたとしても、それもまた俺の自由。てめえに聞きたいことがある。ショックって何なんだ。この猿の化け物のことじゃねえのか。てめえの言ってた逃れられない死ってのはこいつのことじゃねえのか。間もなくわかる。すぐに。おい、おい、冗談だよな。あのグリフィスがこれからじゃなかったのか。グリフィスが戻ってきてこれからじゃなかったのかよ。わけもわからねえうちに罪人にでっち上げられて、一年中虫けらみたいに逃げ回って、仲間も半分以上殺されて、それでもグリフィスさえ帰ってくりゃって信じた挙句がこれかよ。どうするんですか。これから俺たちどうするんですか。鷹の団が全滅したわけじゃないんだ。このままキャスカ隊長が。グリフィスあっての鷹の団、それはみんな分かっているはずだろう。ここに残ってるものならなおさら。だけどそれじゃ俺たち。おい、お前ら、時間をくれないか。別動隊が合流するまでまだ間がある。それまで考えさせてくれ。お前、さっきみんなに何言おうとしたんだ。自分で挑んだ戦の蹴りぐらい自分でつけろってさ。強いなお前。自分で挑んだ戦だから自分からやめられないこともあるだろう。そのセリフを今のグリフィスに言えるのか。みんな弱いんだ。弱いから人や夢にすがってる。すがるものをなくしてしまった人には何かしてあげられるのかな。優しい言葉をかけること、厳しい叱咤。私は誰かにそばにいてほしかった。お前どうすんの、これから。また武者修行か。お前は居残った連中誘って盗賊でも始めるか。そうすりゃグリフィス一人くらい面倒見られるだろう。だったら俺も。お前はもう抜けた人間だろ。お前はもう自分の戦を始めちまったんだからな。今度こそはキャスカを連れて行けよ。無理やりでも何でも。出ないとあいつ。隊長。ガッツ隊長。また一人でどっか行っちまうんですか。お前ら。今度は俺
たちも連れて行ってください。切り込み隊全員で決めたんです。アシラ、まだまだやれますぜ。隊長さえいてくれれば、傭兵だって何だって。 Alright folks, that's gonna do it for this episode. I'm sure that was a lot to take in. I hope you had a great time, and buckle down for the next episode, because it's gonna get even crazier in the Eclipse. Until then, take care, folks.